マンチェスター学派、あるいはマンチェスターからの新しい音楽は、イギリスのマンチェスターを中心に起こった音楽運動の一つ。マンチェスター王立音楽院とマンチェスター大学の卒業生を中心に結成された。ピアニストのジョン・オングドン、指揮者のエルガー・ハワース、作曲家のハリソン・バートを一する、ピーター・マックスウェル・デイビスらを中心に現代音楽の活動を展開した。 一級の演奏家が集ったことから、名人芸をいかなる局面でも多用するのが特徴である。指揮者であるエルガー・ハワースが関わっていたことから、振りにくい白節法や異なるテンポが同時に進行する、いわゆるポリテンポも多用するとされた。一方で、トータルセリエリズムからの影響は弱いという点を新しい複雑性に属する作曲家たちは問題視した。 彼ら、マンチェスター学派の影響は、イギリス国内では絶大であったが、アメリカ合衆国やロシア、日本へあまり多くの影響をもたらさなかった。1990年代に入ると、日本の作曲家、中西茜が、バートを一する文下生になり、矢沢智子がバートを一するの作品、アンティフォニーを日本書絵にしたことで話題となり、アジア圏でも、紹介の機会が増えた。 また彼らは商業音楽の語法を受け入れることでも特徴であり、いくつかのイギリスの伝統音楽の舞踏のリズムの引用がバート・ウイススルの秘密の劇場やシルベリーエアー、パンチとジュリなどで指摘されている。彼らの音楽は演奏が困難であったが、ゴリンズ・クラシックスやナクソスなどが彼らの音楽を CD にしたことで、現在は多くの音源化にも成功した。一方、 オグドンはピアニストとしての認知であったため、彼の作曲作品の音版化は少ない。ありがとうございます。